はい、どうも、かがみちおです。はい、今日はですね、今期アニメ、見てますか？皆さん。俺、本当に、ずっと、アニメ、結構もう本当に高校生ぐらいの時から好きで、もうマジで、もう、ずっと深夜ですか？深夜のアニメか。をもうね、ずっと見てるんですよ。で、もう、せっかくこういうなんか雑談みたいなのやってるんで、ちょっと今期ね、まだ始まった、まあ、始まったばかりではないけど、もう5話、6話いってんのかな。今、好きなアニメはこれです、みたいな感じで、ちょっと紹介していこうかなと思ったんですけど。まあ、もちろんね、みんなさん、多分、鬼滅は好きで、鬼滅とか見てるだろうなと。あと、推しの子、結構、ほら、もう、YOASOBIさんのね、アイドルって曲で、知ってる人もいるだろうし、推しの子も、ね、いいっすよね。もう、ほんとね、推しの子もちょっと面白いって思って、ついつい漫画とかも見始めちゃって、そう、漫画を見始めちゃったんですよ。とうとう、私。ちょっとなんか、今、ちょっと仕事の関係上で、5月15まで結構時間があるんですね。で、そのせいで、ちょっと猶予があるっていうのを、もう、なんかね、使いすぎて、漫画まで読んじゃってます、今。そう。もちろん音楽もすごい今やってるんですけど、うん。漫画、アニメもね、ちょっとまた見始めちゃって、まあアニメはもともと見てたんですけど、漫画まで読み始めちゃったから、ちょっとやばいなっていう。うん。で、今ね、あと、あれですね、これはちょっとあんままだそこまでバーって読んでないんですけど、君は放課後インソムニアっていうの。もう面白い。あと、スキップとローファーっていうの。これはもう、スキップとローファーに関してはね、もう、全部見ちゃったというか、今出てる、漫画のやつですね。もう全部見ちゃいましたね。めっちゃおもろい。これ、ま、本当にただのおすすめっていうだけなんで、僕の好きな漫画、アニメみたいな感じです。はい。で、地獄楽ですね。はい。あとですね、僕の心のやばいやつっていうやつも見てます。はい。で、この僕の心のやばいやつの、あれですね、舞台が、武蔵小山とか、目黒ら辺なんですよね。で、俺めっちゃね、武蔵小山とか飲み行ってたんですよ。3年前とかから。2、3年前。めっちゃね、武蔵小山とか飲み行ってて、一番最初気づいたのはね、あれなんだっけ。武蔵小山のドラッグストアがあるんですけど、それが、そのアニメ上に映ってて、アニメのね、背景、アニメの背景、え？これ？武蔵小山じゃね？って一瞬思ったの。一番最初。なんか、結構でかいんですよね、そこのドラッグストアもね。何のドラッグストアだったか忘れちゃったけど、そう、そしたら、目黒駅とか、武蔵小山とか、専属とか出てたりとかしてて、あ、これもう完璧、舞台、そこら辺だって思って、めっちゃテンション上がった。はい。この、アニメも、すごい見てますね。あと、いろいろありますよね。今、ね、やってんのは。なんだろうね。てか、大体見てます。俺、大体ね、いつも、毎シーズン、大体見てますね。あと、これ、俺思ったのは、これあれだね。ウマ娘、プリティダービー、ロードトゥーザトップ。で、ね、本当に、これはテレビでやってんの？テレビでやってんの？もう YouTube でさ、流れてるんで、YouTube で見てるんですけど、もう時代が変わったなと、もう本当にテレビがな、もう必要ない時代になったなと、テレビ、もう、なんつうだろう、こういう、まあ、多分、ウマ娘が、サイゲームスでアプリとかをやってる、ね、会社がやってるようなものなんで、本当に、ここに別に、ね、お金を割かない、でもこのウマ娘を認知してもらうという、ウマ娘を盛り上げるっていう点での、YouTube とかに、もう本当普通に本編をアップしちゃうみたいな感じなんだと思うんですけど、うわ、もう時代が変わってるねと、マジで思ってます。はい。ほんとすごいなって思って。あと、なんだろう。今見てんのは、こうやって、今ね、ちょっと今アニメランキングみたいなの見てるんですけど、あんま俺見てないかもしんない。
アニメランキングの上位のやつ。あと、転生貴族の異世界冒険録っていうのも見てますね。うん、確かに。はぁはぁはぁ。ああ、なんか地味にね。地味に、あんま見てないのかな、これ。トンマーエルフも見ようと思ってあんま見てないんですよね、まだ。異世界にチート能力を手にした俺は、現実世界を無双するっていうやつも見てますね。え？あと、可愛すぎクライシスか。これなんか猫の話か。うん。あと、このくる、あ、そうそう、このスバね。このスバ、この素晴らしい世界に爆炎を。これはもうほんと、このスバ俺、めっちゃ好きで、見てて、これは、めぐみんの話で、っていうやつを見てる。くまくまベアはちょっと一話見て、あんま見てないんですけど。あと、ドクターストーンか。ドクターストーン。で？あ、全然俺見てないな、これ。あと、山田くんとレベル999の恋をするはちょっと見てみようかなと思ってるやつですね。あー、あと、剣気と獣の王も見たいなと思ってる。私のよりはお仕事です。もう見てますね。結構俺見てないな、これ。彼女が公爵邸に行った理由もさ、見てますけど、これなんかもう、2、3期前ぐらいから、恋愛、なんつうだろう、乙女ゲー？男の人を落としていくみたいな、だから、ギャルゲーの反対ですよね、乙女ゲーを、の世界に転生しちゃったみたいなのが最近流行ってんのかな。ね。で、俺も、で、結構こういう系、なんか無駄に好きっすね。うん。で、本当に、あんま、あれなのかな。こう、世で流行ってるやつを俺見てないのかもしれない。前からそうだったけど。あと、オーフェンも好きなんだけど、ちょっと今期あんま見てないの。あ、かぐや様ね。かぐや様はなんか、止まってるけど、4、5話ぐらいで。うん、だってほら、俺こんな好きだとか言ってたやつ、僕の心のやばいやつ42位だもん、今。あと、異世界はスマホとフォンと共には、ちょっと一気見てたんですけど、ちょっと期間が来すぎても話がわかんないから、ちょっとなんか、見るとしたら一気からまた、見ようかなと思ってます。あと、異世界召喚は二度目です、もう。地獄楽も。あと、天国大魔教も。俺結構見てるやつ、アニメランキングでめちゃくちゃ低いな。あと、事情を知らない転校生がグイグイ来るも、50位。王様ランキングも、51位。やばいね。だいたい俺が見てるやつが、アニメランキングで、上位ではないことが分かりました、今。君は放課後インソムニアもさっき言ったけど、57位だし。あと、ワンタン。キル姉さんも58。俺見てるやつ大体下だわ。あと、とにかく可愛いは見たいなと思ってんだけど、一期見てたんですけど、これもちょっと期間が空いちゃって、こうあまりこうモチベーションが上がらなくてまだ見てないけど、多分見るかなっていうは思ってます。なんかちょっとショッキングを受けましたね。まあ、はあ、そうか。まあ、でも、まあ、気づいてはいたんですよ。あんま、今流行ってるアニメ、じゃないんだろうなって。俺話しても、大体みんなにアニメの、この新アニメ、何々見てるっていうような話しても、大体話合わないし。はい。というね、めちゃくちゃ雑談でした。はい。ぜひね、今期アニメ面白いと思うんで、回の方だけど、俺見てんの。まあ、もちろん、ね、鬼滅の刃とかも、面白いし、ぜひね、みんなさん、アニメ、新アニメ、たくさん見てください。はい、そして私とお話しましょう。ぜひね、好きな、アニメある方は、俺におすすめだよっていうね、アニメある方、今期でね、うん、ちょっと教えてください。コメント欄によかったら書いてもらったら嬉しいなと思います。はい。ということで、今日もありがとうございました。川道でした。